韓国の二人組両東方新規が出演するウェブ芸能番組チェック・ディス・アウトが30日公開される。チェック・ディス・アウトは東方新規メンバーのユンホとチャンミンがおのの二人の子供たちとチームをなし、失われた同心を探すための旅に出て童話作っていく過程を描いたフォーマットだ。TS ネットワークとグルーパートナーズが企画し TS ネットワーク、グルーパートナーズ、ユニコーンランドが共同制作した。 チェックディスアウトは21日にオープンした放送専用ホームページを通じて、30日正午に初回が公開される。今年のウイ撮影を終えた後東方新規が制作に参加した本も出版される。チェックディスアウト側は、東方新規は親は力と情熱で子供たちとすぐに仲良くなった後、柔らかく温かな姿で童話を作るのに真剣に向き合う綿棒を見せたとし、視聴者に期待してほしいとアピールした。 小的暴行騒動のクリス、高級ブランドの広告が削除される中、事実であれば重刑の可能性があり周囲は敏感になっている。韓国報道。中国では未成年者への生手希望校で最高死刑判決の例があるため。実際、昨年、9人の未成年者に対し生手希望校を働いた小学校教師が死刑宣告を受けている。 東京五輪選手村、シャワー室の天井の低さだけでなかった。カナダ代表のテニス選手が日本語の見書か,かれたエアコンのリモコンを投稿し、ヘルプと書き込む。韓国でも写真が拡散し話題。韓国人選手、五輪選手村での不満を暴露。連日報道中。マスクをつけていない選手がいる。 私たちだけでもきちんと対策しようと話した。射撃場の中がサウナのようだ。しかし、みんな同じ条件だから。段ボールベッドが狭く、動けば手足が落ちてしまうほどだが、そこまで悪くはないようだ。